皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV、安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ情勢は、一番北はクピャンスクですね。ちょっと押されております。イスラエル中東情勢ですけれども、国際情勢を引っつけてのお話ですね。ちょっとお前たち、おとなしくしていろよという、そういうお話です。では参ります。えー、本日は、イスラエル中東情勢に関しては、国際情勢を引っつけてのお話ですね。 ええとね、インドのシーク教の人の暗殺計画の話、ベネズレラのガイアナ進攻そして北朝鮮の偵察衛星ですね。今、世界は本当に戦争で非常に忙しい状態です。ちょっとおとなしくしていろよというそういうお話ですね、えー。ではまず、ウクライナ情勢から行きたいと思います。航空万能論自由さんの地図をお借りしたいと思います。よろしくお願いします。 えー、一番北の方の戦地はクピャンスクなんですけれども、えー、これまでロシアのカウンター突撃すべてウクライナが防ぎきっておりましたが、わずかに前進されました。 クピアンスクの北の方に新旧孵化という町があります。で、ここがですね、えー、ロシアの拠点になってしまうと、ちょっとクピアンスクがピンチになるという重要な街なんですけれども、ここの郊外のところで、ロシアが陣地を築いているというのが、視覚的に確認できました。そこをウクライナが攻撃したという映像が出てきたということですね。で、ロシアの軍事ブロガーなんかは、すでにこのクピアンスクは市街地点に突入したってことを言ってますけれども、そこまではね、まだ確認できていません。えー、ただしこう 境外ににすでに陣地らしきものがあるというところまで、は確認できてしじわりじわりと、ロシアのカウンターがですね、前進している状況、これバフムートでも確認できている。そしてアウディーカでも確認できているような状況で、少しずつロシアが押してしまっている状況ですね。昨日お伝えしたように、おそらく通常の弾薬、砲弾が足りないんじゃないかなというふうに思いますけれども、それでもウクライナは本当に粘り強く守っております。 えー、我々もですね、粘り強くウクライナを応援していきたいというふうに思いますが、ウクライナ情勢ちょっとね、トピックス二つお伝えしたいと思います。まず一つ目がこちらなんですけれども、ちょっとね、これびっくりで、戦闘機が映ってるんですけれども、ロシア側がですね、ウクライナの SU-25 の戦闘機を破壊したって,って、あの、映像を出してきたんですよ。ところが、この戦闘機、これ丸々デコイだそうです。偽物。作り物の偽物だそうですね。 戦闘機でもあるのかっていうことで、えー、最初はですね、ちょっとそんなわけねえだろうみたいな話もあったんですけれども、海外のおしんとお兄さんの皆さんがですね、いやいやこれ偽物だよということで、コクビットのガラスのとこ違うでしょうとか、翼についている部品みたいなの違うでしょうとか、まあ、いろんな証拠を提示してきて、えー、今となっては完全にデコイだったと。偽物だったっていうことが発覚しているということで、戦闘機までこういうのがあるんだというですね、ちょっと変わった情報でございます。 えー、そして、ウクライナ情勢、最後はこちらはメホさん。よろしくお願いします。29日夜、ロシアと中国間の重要な鉄道トンネル、セベロ・ムイスキートンネルを通過していた貨物列車を狙った爆発が4回発生と、えー、ロシアは軍事物資の輸送にこのルートを使用していたっていうことなんですけれども、あのね、なんか燃料を積んでいた、 え、貨物列車が爆発した。で、これをですね、ウクライナの情報総局が発表したので、ウクライナがやったんじゃないかっていうことも言われてますけれども、真相はわかりません。単純な爆発だったかもしれませんね。ロシアすぐ爆発するんで。えー、わからないんですけれども、今 SNS で言われているのは、えー、中国からロシアに物資を運ぶ鉄道はこれ一つだから、中国からの物流が止まると、支援が止まるみたいな話になってますけれども、えっ、ー、とね、そんなことはないです。うん、という話ですね。 ちょっとね、こちらの路線図をご覧ください。こんな感じでございまして、えっ、ー、と、モンゴルを経由して、バイカルコに抜けていくところ、ここがね、あの、今回爆発があった付近なんですけれども、これ以外に、そもそもカザフスタンを抜けていくっていうのがメインでありますね、貨物列車は。なので、中国からロシアへの支援物資が止まるっていうことはない。あとね、もっと言うと、北朝鮮経由、ウラジオストックからのとかね、他の実は、こう乗り入れる、え、路線もあるので、 うん、今回のところのトンネルが爆破されたことで中国からのこう物資が止まるっていうことはちょっとないかなというふうに思いますけれども、まあ行くばっかの影響はあるかもしれませんし、数は多くないのでね、もう全部破壊しちゃえば完全に止まるっていうことにはなりますけれども、そのうちの一つが止まったっていう、そういう情報になるということでございます。はい。では、イスラエル中東情勢行きたいと思います。まずはこちらは BBC ですね。 えー、人質8人解放、パレスチナ人も30人釈放ということで、再延長の1日も履行されましたっていうことになりますね。ちょっとね、人数が今までと違うんですけれどもね。うん。えー、まず4日間の停戦がありました。2日間の延長がありました。その後もう1日再延長で延長がありましたということで、えー、トータル7日間ですね。うん、停戦が合意されたものが履行されたっていう話になるんですけれども、 ここでですね、おとなしくしていれば、まだ停戦が何日が続いたかもしれないというところ、まずハマスが余分な動きをしましたというところですね。はい、こちらエルサレムで銃撃3人死亡ということなんですけれども、えーね、えっ、ー、と、ガザ地区ではなくてヨルダン川西岸からエルサレムに侵入したハマスの戦闘員がいきなり発砲しました。 で、民間人3名が死亡ということで、あとね、警官の人が非番だった人かながすぐに駆けつけたんだけど、それがですね、あの、まあ、銃を携帯してるっていうこともあって、勘違いされて負傷したっていうような情報もありますね。うん、民間人は今のところ3人という、えー、死亡の数というのが出てきておりますけれども、ハマスがこれ作戦だったっていうことを発表しましたね。 うん。というところで今これ、イスラエルの国内では大ニュースになっている。あと昨日お伝えした人質の中で一番小さい男の子ですね。10ヶ月の子。こちらの死亡というのもイスラエルの中で、えー、ハマスに殺されたんだ、みたいな形でニュースとして流れているということで、ちょっと停戦がですね、これ以上続くかどうかっていうのが怪しい状況になってきているという状況。で、あとですね、ネタニヤフ政権としても、 ちょっともう、大幅なこう戦闘行為に踏み切りたいという、そういう誘惑に駆られるのが内部的にも起こりました。黒井文太郎さんです。やはりということなんですが、イスラエル関係部局はすでに1年以上前に今回のハマスの作戦をほぼ完全に予測した分析報告書、エリコの壁を作成していたということで、ハマスがですね、今回の10月7日のようなテロ攻撃を仕掛けてくる準備をしているっていう報告書が、 そもそもですね、情報機関から政府に上がっていたっていう話なんですね。ところが、ハマスにはそんなあの力も余裕もないだろうということで、これをですね、まあ仮にこういうことが起こるかもしれないという、軽んじてですね、その報告をあまり取り上げていなかったっていうことなんですよ。で、この報告を真摯に受け止めていて、準備をしていたらきっと防げたろう、だろうっていう意見が、おそらくイスラエル国内で出てくると思います。 つまり今の政府に対する不満が出てくるっていうことですね。となってくると、おそらく、えー、それを書き消すために、えー、また戦闘行為を始めるっていう方に誘惑としては駆られるのかなという気がしますね。うん えー、というところで、ハマス側も、またテロ事件を起こしました。そしてイスラエルの国内でもですね、実際実はハマスのテロ攻撃に関して報告書が上がっていたけれども、それを仕方していたっていうですね、政府批判につながるようなニュースが出てきた。ということで、えー、次の戦闘があ、いつ開始されるのかわかんないというような、そういう緊張感に包まれているという情報。もう少し両方、双方がですね、おとなしくしていればというところでございます。 えそして、ここからは国際情勢に行きたいんですけれども、ロイターでございますが、インドの話ですね。シ、えーク教徒を殺害計画にインド政府関与の疑い、アメリカで男起訴ということなんですけれども、えー、っとね、これね、シー教徒の、まあ、中心的な人物ですね。シー教の独立国家を立ち上げようみたいなことを言ってる人で、インドからすると、もう、もうテロリストみたいな扱いをされてる人がアメリカにいるんですけれども、 その人の、まあ、暗殺計画というのは、おとり捜査によって明るみに出ました。で、その容疑者なんですけれども、が逮捕された、ニクヒル・グプタという人ですね。容疑者が、グプタさんという容疑者が逮捕されましたっていう話なんですけれども、そのおとり捜査をやっていたので、内部情報がごぞっと出てきていると。で、その内部情報は何かというと、インドが関係していたっていう話、インドの政府が依頼主だったっていう話なんですね。黒井文太郎さんから行きましょう。 えー、インターセプトというメディアの記事を引用しています。えー、この男をもともと国際的な武器、麻薬密売に関与してて、えー、それでまあアメリカの麻薬当局がお取り捜査してたんですけども、インド当局から立憲されていた、インドも立憲していたんですね。ところが立憲しといてインドはこの容疑者に対して司法取引のようなことを持ちかけていたって言うんですよ。 うん。お前の罪は問わないから、その代わり暗殺してこいつって、毎金渡してたっていう話なんですね。で、アメリカもすでに、え、インドに対してですね、これ非難してます。で、インドももう結構認めてる感じで、ちょっとアメリカと話し合いますみたいな状況になっているっていうことですね。 うん。インドがこれからですね、まあ大国として力をつけてくると、こういう形で他国に迷惑かけるっていう状況が多分生まれてきます。で、日本はあんまりね、日本に潜伏しているっていうのはあんまりないんだけれども、このシーク教と呼ばれる人がアメリカとかヨーロッパにいるはずなので、西側との関係ってね、インドが力をつけばやつけるほど結構微妙に、舵取りが微妙になってくる。 ってなった時に実は日本のですね、え、仲介みたいなところが出番になってくるというところなんですけれども、え、インドは自称民主主義国家です。で、前からもコメントの中にインドなんかカースト制がまだ残ってて民主主義なわけねえだろみたいなコメントが入ってくるんですけれども、確かにその通り。しかし、我が国としてはどうしても中国を抑え込まなければいけないというところで、インドを活用しないといけないんですね。 うん、そういう意味でも、インドさん、今こういうことやってんじゃねえよっていう、そういうお話でございます。えー、次に南米に飛びたいと思います。えー、まずはビシェグラード24ですね。速報ということで、ベネズエラの、えー、ロペス国防大臣、えー。ベネズエラ国民は、エセ希望を守るために団結しており、国家は備えをしなければならないと述べたということですね。 エセ規模というところを守るんだってことを言っている。ところが、エセ規模という地域というのは、ベネズエラの領土ではないんですよ。うん。ベネズエラの領土ではない。こちらのニュース行きましょう。民株さんですね。よろしくお願いします。えー、南米ガイアナのエセ規模地域にベネズエラが侵攻か、ブラジルは軍事的な警戒体制にということで、ベネズエラはお隣のガイアナに侵攻するんじゃないか。 で、エセ規模という地域は、ガイアナという国の中の地域なんだけども、国土の3分の2あります。ガイアナという国の国土の3分の2を自分たちの国土であって、隣のベネゼラ行っていて、軍事侵攻するかもっていう状況になってるんですね。で、一時、すでに侵攻したっていう情報も出たんですけども、それに関してはフェイクでした。うん、ツイッターの中でちょっと出たんですけどね。フェイク情報で、まだ侵攻はしておりませんが、 えー、ブラジルがですね、国境沿いに軍隊を持っていくようなすごい緊張状態になっているということでございます。ちなみになんですけども、このガイアナという隣の小さい国、イギリスを一回り二回りぐらい小さくしたぐらいの国なんですけども、2019年にエクソンモービルだったかなえっ、ー、とね、どっかがね、油田を見つけてるんですよ。石油。油田を見つけていて、それでですね、まあ、国民の所得というか、この経済の成長が跳ね上がってます。 2022年度が 62%GDP が増えました。2023年が 38%GDP が増えた。これでも、ガイアナの国内の正常不安があるので、予想よりも低いんですよ。もっと爆発的に成長するんじゃないかというふうに言われてました。で、現在その石油なんですけれども、すでに油田が開発されておりまして、日量27万バレル、えー、掘られているんですが、最大で日量75万バレルまで、えー、取れるんじゃないかということで、めちゃめちゃでかい油田ですね。 うん。で、これが開発された途端にベネズエラが攻め込むぞってなってるということですね。うん。その石油は、油田は俺たちのものだみたいな、そういう状況なのかもしれないんですけれども、ちょっと今ですね、ロシアが侵略戦争を起こし、そしてイスラエルでガハマスと戦争を起こしという中で、南米もかよっていうことになりますので、今はですね、えー、おとなしくしてろよという、そういう時期だという話でございます。 では、おとなしくしていろよシリーズ最後なんですけれども、こちら BBC、えー、偵察衛星でホワイトハウスを見ていると。北朝鮮の主張の狙いはということで、北朝鮮が偵察衛星の運用を開始したっていう情報が出てますけれども、ホワイトハウスを見ているっていうことを言い始めましたね。 おととい来やがれっていう話なんですけども、えー、ホワイトハウスをですね、かなりその解像度の高いもので観察できているという証拠は上がってきてません。えー、Google Earth と同程度、もしくは、えー、s 先生飛ばしたけど全然機能しなくて結局 Google Earth で見てんじゃねえかっていう、そういう情報もあるぐらいということですね。えー、北朝鮮がちょっとね、黙ってろっていう、そういうお話でございます。はい、というところで,ですね。えー、本当にロシアが動き出してから、世界中いろんなところで気なくさい動きが出てきているということですね。本来ロシアというのは国連の上 人理事国で、拒否権を持っている国でこれは世界の安全保障に責任を持っているから拒否権という特別な権利を持っている。本来こういう、えー、例えば中東とかですね、南米もそうですけれども、世界の安全保障に何かしら危機を与えるような状況を抑止して防いでいく立場の国がロシア。そのロシアが自ら戦争、侵略戦争を起こしたことで世界の不安定というのは広がっていっているような気がしますね。まずは大元のロシアをですね、 え、ちゃんと止めなければいけないんじゃないかというお話でございます。はい。というところで本編はここまでというところで、ちょっとトピックスをね、一つだけお伝えしようと思います。SNS の中でイスラエルがガザに対してこんな意地悪してたんだっていう情報がいっぱい出てますけれども、その中の一つ、CNN でございます。 ガザ住民の栄養失調を防ぐカロリー計算、イスラエルの経済封鎖ということで、2012年の記事なんですよ。11年前の記事。これを引っ張り出してきて、イスラエルはこんなひどいことをしていたっていうのが、SNS の中で情報として流れてます。これ何かというと、えー、ガザの経済というのは、イスラエルからの輸出で結構成り立っていて、物があるわけですよ。イスラエルが輸出しなかったら物なくなってしまうような状況なんですね。うん。 で、その時にイスラエルがガザの人口分の最低限のカロリー計算をして、最低限足りるカロリー分しか輸出しなかったと。食べ物を与えなかったんだと。 そういう形で経済封鎖して意地悪をしてたんだっていう11年前のニュース。で、これを引っ張り出してきて、こんな意地悪してたんだよっていう情報があるんですけれども、えー、今現在の戦争前のガザの状況を見ると、ちょっとこの情報ってどうなるとで、イスラエルもこういう計画があったってことは認めているんだけれども、ちょっと非現実的。さらに言うと、経済というのは政治と離れて金儲けって動くので、カロリー最低限じゃ金儲けできないじゃないですか。 買う側がいるんであれば物って流れますというところで、戦争前のガザの状況を見てみましょう。異常者さんですけれども、こんな感じ。こんなカロリー満点ハンバーガーみたいなどでかいハンバーガーが売っていたりとか、これなんか甘いものなのかななんかたこ焼きみたいなやつですけども、めちゃめちゃソースかける食べ物が売っていたりとか、あとガザの中のスーパーなんですけども,も、物で溢れかえっているような状況でございます。 とてもじゃないけど、最低限のカロリーでこれだけのものがあるとは考えられないということですね。つまり、イスラエルはそういう計画があったけれども、実行はしていなかったということが確認できるっていうだけになります。で、さらに言うと、これはガザの中でも、 えー、富裕層、お金持ちの人たちの生活を描写した映像だというふうに思います。えー、例えば難民になられて、もう70年以上難民生活するんで宿舎なんかの建物は一応ありますけれども、もっと貧しい生活をしていたんじゃないか。つまりガザの中には大きな格差があったということですね。その上で、 現在戦地になっているガザに、伊豆に、ノー,ノーと5つ星ホテルで生活をしているカタールにいるハマスのトップ33人の総資産は日本円で2兆円を超えてます。2兆円を超えてる。この2兆円というのがガザの皆さんの生活に渡っていたらどうだったんだということを思います。 ガザに意地悪していたのは果たして誰なのかということを考えるというお話でございます。はい。というところで本日はですね、えー、ウクライナ情勢ちょっとね、北の方がピンチになってきておりますけども、ウクライナ軍本当に頑張って抑えてます。これまでもずっと抑えてきて、郊外には来られてしまったというだけなので、引き続きこの情報をですね、えー、見ていくと,とともに、ウクライナ軍の応援を続けていきたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。